ゆげたのぷさん、こんばんは。こんばんは。今回の MC をさせていただきます、小野恵美です。よろしくお願いします。夢中センターと題しまして、はちみつロケットが皆さんをもっともっと夢中にさせて、もっともっと売れていく方法を研究しようというイベントになっています。ここで皆様にお願いがあります。皆様もう分かっていただいているとは思うんですが、携帯電話はマナーモードか電源をお切りいただきますようよろしくお願いします。チェックしてくださいね。そして撮影や録音は禁止となっておりますので、イベント中は全部さらないようによろしくお願いいたします。ご協力よろしくお願いします。では皆さん、準備はよろしいでしょうか。では早速その研究対象を呼び込みましょう。はちみつロケットです。
メイクもなんかしっかりバッチリバッチリで、はい、ちょっといい女そうですね、漂ってましたね。60年代のちょっと格好をテーマに今回 MV 撮らせていただいて、なんか水泳帽をかぶってつけますけど、そこで怖い感じになっちゃったんですけどでもなんかおしゃれに、ねはい、ラインダンスというかチェアダンスというかちょっと難しそうでしたけど、はい、なんか裏話あったりしますか？あれはですね、MV の撮影の当日に先生に振りを入れてもらったんですよ。もうその場だったんですけど、まあ、やっぱり私すごいなって思ったんですよ、ね、なんか結構私結構難しそうじゃないですか見た目だけど、なんかすごい私すごい振り入ってくるなって思って自分の才能改めて感じましたみんなできてたから、みんなできてた、みんなか改めてみんな感じました。本当にぜひね、そこみんなの顔に注目してください。そうです、シュールな顔をねみんな演じてるので、シュールな顔、シュールな顔をちょっと頑張ってるので、ぜひそこに注目していただきたいなと思います。わかりました。はい、皆さんぜひ表情にも注目ということですね。はい、はい、ここかなと思いますけれども、ZEP東京の意気込みについても書いてありましたね。そうなんですよ、楽しみですね。楽しみです。ZEP東京4月6日、チケット今日もね、ぜひ下積みチケットという下積みロケットマサンちゃんちゃんマサンちゃん下積み、そう、下積みロケットという名のね、チケットを企画するチケットをね、買える場所があるので、皆さんまだ買ってないよっていう方はね、そちらへゴーということで、ちょっとやめてください、ちょっとやめてください、ちょっとほら確かにやめて、ちょっとそういう感じですごい今気合が入ってる状態です。はい、では皆さん、そうやってね、はい、どんどんとイベントも増えて、はい、お客さんもどんどん増えて、魅力を増していきたいですよね。そうですね、つまり売れていきたいですよね。売れたいです。もう一度聞いていいですか？はい、八六家のみんな売れたいか？売れたい。ということで、今日はそんな八六家が売れる方法を教えてくださる方、教授をお呼びしました。では早速ご紹介しましょう。お笑い界きってのアイドル通、平成のぶしこぶしの徳井健太さんです。どうぞ。いや、ビッシュじゃなかったんだな。なんでなんだ、ちょっとビッシュだったんで、ついにビッシュが出るわ。ちょっと、ハチだけでも我慢してもらって、はい、はい、皆さんどうも、平成のぶしこぶし徳井です。よろしくお願いします。徳井さんに来ていただいたのもですね、はい、なんでも徳井さんは以前、はい、ブブカの年末号で、はい、八六家を推してる。好きなんですか？いやいや、でも本当に苦労人じゃないですか。苦労人、はい、僕アイドルが売れるのも結構3つすごいあって、はいはい、まず苦労人であること、これ結構いっぱいいるんですけど、はい、うん、それとはその悲壮感がない、苦労人なのに悲壮感がないっていうのと立派な人生、この3つがあるそれがすごいあるんで、いやすごい期待してますね皆さん。アイドル芸人もみんな本当に八六家さん出た時から、はい、本当に本当に知られてる、すごいみんな知ってますよ。嬉しいですね。嬉しい。3つを兼ね備えている八六家の皆さんを、はいはい、でもよりね魅力的にしていただくということで、やっぱ個性ね、はい、個性必要ですからね。今日はそれを引き出していただいたり、はい、徳井さんならではのご教授いただきたいなと。いや、そんな偉そうなもんでもないですけど、思っております。はい、教授ですので、はい、すぜひともよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では早速、はい、企画をですね今日たくさん用意していますので、はい、ロケタの皆さんもね一緒に盛り上がって、ね、はい、魅力をどんどん引き出していただこうと思います。はい、では早速こちらの企画から参りましょう。八六家に直撃、ザッツアイドルインタビュー。おー、まずは、プロ級タ
しようということで、こちらのコーナーでは八ロケの皆さんに様々な質問をしていきます。ちょっと答えにくいという質問も出てきますので、それをうまく答えてくださいね。そして徳井さんには、はい、その答えはアイドル的にどうなのかということをコメントしていただきます。そのちょっと一回伺いたいんですけど、はい、その八ロケさんってそのアイドル中のアイドルを目指してるんですか、それとももちろんですよ。もちろん可愛いアイドル目指してます。可愛いアイドル、可愛くバラエティのできるっていうのと、その可愛いアイドルちょっと似たくもあるじゃないですか。あ、でも兼ね備えたアイドルみたいな、ちょっと奥ゆかしさもありながら可愛いし、奥ゆかしさが難しいな、よく言われるんですけど、奥ゆかしさも必要なのね。はい、うん、なるほど、アイドルなんで。あ、そうか。奥ゆかしさも必要ということで、まあ、例えばそのちょっと答えにくい質問が来てもうまく、確かにね、上手なアイドルは確かにうまくかわしますよね。確かに、はい、じゃあそれはできるのかどうか、実際にここで検証したいと思います、うん、では参りましょう。あちろけにこんな質問を直撃です。パーフェクトな大人の女性を目指すあちろけの一員なのに、最近やってしまったというポンコツな失敗談は何？失敗談。これね、難しいですよね。なかなかありませんもん。私パーフェクトなんで、プライベートとかってなかなかしないんですよ。これやっぱり悩ましい質問ですね。すっごい難しい。ちょっとね、すごいブルじゃん。でもやっぱり難しいよね。ですよね。はい。せっかく販売で難しいよね、こういうのね。スケッチブック持っていらっしゃるので、そちらに書いていただいて、はい。で、せーので、はい、答えていただきます。では皆さん、シンキングタイムスタート。はい。どうかな、では書けましたか。お、結構書いてる。ちょっとね、少女終わりましたか。お、マイカちゃんも終わり、終わりましたね。はい、いいですか。では皆さん一斉にオープン。じゃん。じゃん。え、ちょっとそれぞれ教えてくださいね。まずは青葉ちゃんはシャンプーで顔を洗ってしまった。はい、これ多分あるあるだと思う。そして、ちょっと待ってください、聞かないんだ。聞かないってこと。気になるってこと。指名をしていただいて、指名パターン、はい、詳しいことは聞いていただきたいですね。はい、さあ、そしてプラスチック投入できた初めてのお使い、ご握力、そしてレンジだから匂いで気づかなかったんでしょうね。どんな内容だったか。やばいやばい、ついていっちゃった。ちょっと気になりますけれども、間違いないちょっと徳井さんに当てていただいて、ちょっと徳井さんに見えるように。気になるやつですよね。まあ一応最初からもう語学力とか。ですね、はい、私、英語がとても苦手なんですよ。英語が、はい、でも春休みなんで海外旅行に行きたくて、海外に行ったんです。おお、すごいね。で、それで香港に行ったんですけど、なんか屋台でなんか美味しそうな食べ物があって、でもなんかどれも美味しそうで選べなくて、一番人気なのを頼もうと思って、人気なものは何ですかって聞きたくて、でもポピュラーじゃないですか。出てこなかったんですよ。で、でも
人気だから売れてる売れてるお金使うマネーアップって言っちゃったんです。そしたらどう、あ、値上げしろって意味なの。そう、だからあ、なるほど。よくわからないけど海外のお金をたくさん取られました。香港ドルをいっぱい取られた。取られました。すごいね、もう香港人すげえな。それで値段ちょっと上げてくるんだ。値段を上げてきたってことだよね。マネーアップだもんね。マネーアップまあ金持ちだからってことか。向こうそうだから分かんないから多分舐められてたのかなって思います。まあそうだろうね、確かにね。なるほど。じゃあまあそうね、まあ、知らない人についてっちゃったかな。ちょっと気になりますよね、これ何があったんでしょうか。おいくつなんですか。あ、19歳です。あ、まあじゃあついてくる。違う違う違う、年頃だよね。違う、あの朝あのライブに向かう朝の電車乗ってたんですよ、はい、で座ってて、はい、でなんか隣のおばさんがすごい急ぎ出して、でなんかえ、なんで急いでんだろうと思ってなんかよく見てたら、なんかそのおばさんが駅降りたらついてっちゃって、で、あー、そういう感じ。お、見たら全然3個前の駅で、お、あ、健全です。お健全です。いや、え、なんでついてっちゃったの。え、なんか急いでたから私も行かなきゃって思って。え、それはどうしたの。その後あの遅刻しちゃって、そのメンバーの。え、そのおばさんは。あ、おばさんは なんで急いでたの、どうしたの。え、どういうこと、ちょっと行こう。え、なんかその急いでる人も行ってるとついていっちゃう。そう、ついていっちゃう。自分も急いじゃって、なんかあったのかなと。多分電車でプシューまで行っちゃったんだよ。すごい、多分すごい眠かったんですよ、朝だったので。あ、眠たかった。そう、自分が眠たかった。ごめんなさい、ちょっとごめんなさい。今もだいぶポンコツ感で人と喋るのが苦手で。あんま分かんないんだ、本能でやったってことだよね。で、こういうのじゃあ初めてじゃないし、これからもやるってことね。多分やります。なるほど。徳井さん、でもこれアイドルとしては正解なんでしょうか。まあだから嘘か本当か一応おばさんにしてるんで。まあ素晴らしいですよね。これがだからやっぱお兄さんとおじさんになると一気にファンがあってなるので、そこはアイドルとしてやっぱおばさんって言ったのかなって、僕は勝手に配慮したのかなと思いましたけど。プロっぽいなと思いましたね。まあでもやっぱ引き、やっぱこういう時はやっぱ引きが強い方がね。そうですね。ことをね、みんな聞きたいですけどね。では続いての質問に参りましょうか。皆さん、ちょっと聞きたくなるような答えを、ね、ぜひね、ごめんね、ライブで喋りたいただいて、ちょっと難しいかもしれませんが、これも触れるための先生やってないのか、まだやってる、やってない、やってないんですよ。じゃあちょっと、あ、話してもいいです。いい、ダメだろ。そっか、残念です。すぐ引き入れてくるタイプだいいですか、進みますよ、はい、続いての質問は、まあ、ちょっと男性のロケッターの皆さんもいらっしゃるので気になる、ね、この質問いきましょう、はい、モテ上を目指していると噂のハチロケメンバー、ズバリ理想のタイプの男性は。おー、聞きたい。さあ、それではシンキングタイムスタート。好きなタイプ、男性のタイプを聞きます。これぜひ一人ずつ端からちょっと言ってた。あ、本当ですか。わかりました。違いがわかる。あ、確かにね。その言い方とかね。はい。ちょっと皆さんそれぞれに言っていただきましょうか。ではオープンよろしいでしょうか。はい。では一斉にオープン。せーの、はい。ではおじちゃんからどうぞ。年上、目が真面目な人。こういうの出身に行く。気深い人、破天荒な人、顔が濃い人で、ちょっとこんな感じの人がいいなと思って似顔絵描いてきたんですよ。まあ
こんな感じ。これはみんなで交わそう作戦です。なるほど。では気になる答え。気になるとかじゃないじゃん、もう。ダチョウクラブで、ダチョウクラブでしょ、だから。ダチョウクラブってことだよね。そっか、やっぱまだあれ、な、え、あ、一番若いので何歳？一番若いのが17歳。あ、でも17か。えなちゃん。年上は一番。が19が2人います。あ、19か。じゃあまあ逃げなくてもいいけどな。ちょっと面白く突っ込んでくれるかなって思ったんですけど。言ってた、いや吉村かって言ってた。まあでもそうだよな。吉村のこと別に好きじゃないでしょ、だって。好きだったらいいよ。まあ、え、でも、え、北海道出身からちょっと自分かなって思わなかったんですか？いや、だから、一戦見せちゃったら、破天荒が目に入っちゃうから。あ、そっか、そっか。あ、やっぱ、こう、1個ずつやらなかったな。いや、でも、その…もう一回やった方がいいですか？じゃ知らなかったことにしといて。ちょっと待って、でも、そ、今回の場合だったら、ここで違う人書いた方がいいよね。あ、うん、だから北海道も北海道まで書かなくて北国とかにして、だから破天荒がだからマツコさんとかわかんないけど、で映画書いたら本当はそっちはウケたよね。さすがにね、分かっちゃうのかって、多分分かっちゃうからな。そうなんだよな。すごいバラエティ寄りのアドバイスをどんどんどうもすいませんでした。いや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 、いやトライすることが一番大事だから。いやいやいや、まあ、でも今回なんか皆さん合わせてこうね来た感じで、まあ、それぞれ自分に当てはまってるかなって。いや違う違う違う、何の気持ちもこもってないから、これには。いや、これはもうそういうボケでやっただけでしょ、何の気持ちもこもってないから。でファンの皆さんはちょっと自分の特徴出てくるかなって思わなかったかな。まあ、本来ならそうですよね。本来ならね、そのよくアイドルおじさんが好きってみんな口をそれて言うけども、絶対そんなわけないって思いながらもみんなアイドルさん好きなんだって、ちょっと太ってる人とかみんな言うからね。みんな言う、まあ、逆にそのアイドルらしいというか模範的な答えはいらないと。いやだからキャラによるっすよね、わかんないですけど、なんかリアルなこと言って受ける子いるでしょ、多分。メンバーで言うと誰なんでしょう。キミノさんとか、キミノ、金山あたりが。あー、そうね。受けない、受けないよ、だって本当のことだもん。え、今回の出身違うよ、今回の出身。だからそういうタイプの人はリアルなこと言ってみんなが突っ込んだ方がいいパターンあるよね。だからまあ今回ネタはすごくいいんだけど、こう、なんつうの、こういう風にはぐらかさなきゃ、俺、なんかバラエティのシステム言っていいのかな。だからこういう時じゃない時に、アイドルのイベントとかで MC とかが降ってきた時に、好きなタイプどんなのなのって言って、みたいな言ってる時に、その君野さんとかベって言う人が、普通にお金持ちで IT 社長でとか言って、おーちょちょちょって言う。君野ね、はい、赤いオープンカーが似合う人。あー、赤いオープンカーでもうちょっと確かに、ね、赤いオープンカー持ってて年収が2000万以上でとか言ったら周りが、いやいやアイドルだからっつって、そしたら終わるから、きっとその質問も。ああ、そんな顔し方もしつつ、ね、勉強になります。でもこの人たちの前ではそれは通用しないけど、ね、まあまあまあ、確かに、ね、いろんなイベントでぜひ。なるほど、やっぱり気になりました。では、交わすよね、ね、こういう交わし方もあるということで、すみさんからのご教授いただきました。以上、はじろきに直撃、ザッツアイドルインタビューでした。では、ありがとうございます。続いての企画に参りましょう。今のうちにカミングアウト、はじろけ内部告発。ですよね、まるまる法を飛ばされても困りますよね。ということで、今のうちにその目をつぶっておきたいという運営側の要望にお答えしまして、メンバーからこいつやべえやつですよという内部告発をここで発表していきたいと思います。ちなみに本当にガチでやばすぎるネタというのはですね、ブザーで店長がブーと鳴らしますので、本当にヤバかった場合は教えてください。よろしくお願いします。じゃあ喫煙者であるとかはないです、ないです、はい。
ね。大丈夫です、ないです。はい、こちらは挙手制になっていますので、挙手して徳井さんが当てて、でコメントをしてくださいね。では挙手よろしいでしょうか。まずは内部告発、私ありますという方、挙手お願いします。あの私塚本空って言うんですけど、はい、塚本さんなんですけど、あのすごいあのリーダーがなんかすごい危なそう なんかゲームを進めてくるんですよ。怪しいゲームをすごい進めてきて、あのなんで招待してくるんですよ。あーありますね、はいはいはい、あのしかもそれをあのマネージャーさんとかにもやってるんですよ。で招待するとなんかポイントがもらえるとかそういうこと、はい、そういうことだと思うんですけど、昔あったんですよ、はい、それがちょっと内部告発です。どういうゲームなの、ちなみに。あのポコパンなんですけど。いまだにポコパン、いまだにやってんの。今だから楽しんでる。あれ5年前ぐらいでしょ、流行ったの。しかもポコパンタウンなんでちょっと違う。新しくなってるんだ。新しいやつなんですよ。そう、久々に返信が来たと思って開いたらポコパンタウンの招待。ハートが上がるのもらえるんですか。あのハートとお金がもらえる。ひどい。ほんとひどい話ですよ、ね、はい、自分が進めるために確かに、ね、まずはあの招待をして、そういう人はだからそういう商売をやるからね。ちょっとリーダー、喫茶店同級生呼んでちょっと英会話ジャッジちょっと大体言うから話しますからね、気をつけて。よくある話です、はいということで、まずは一つ目の内部告発でした、はい、では続いて、はい、私も内部告発あるという人、挙手お願いします。ちょっといつもの控え室のあれがちょっととかあったりしますか。ある挙手。内部も何も全部言っちゃう。言っちゃう。うんうんってうなずいてる方いらっしゃいますけど、リーダーお返しないですか。あ、お返しですか、はい。お返しっていうか他のメンバーの話になっちゃうんですけど、あのハリマレイナさんっているんですけど、この人で、あの人あのこう衣装、私服から衣装に着替えるじゃないですか、その時に一回全部脱ぐんですよ。あー、どんぐらいですか。もうね、結構ね、ほぼ脱ぎます。一回その姿で止まるんですよ。こっちが迷惑。見たくないものを見せられて。これはなんでなんですか。いやなんか、いや一回脱いじゃおうと思ってバーって脱ぐんですよ。でも、あ、そういえばお菓子食べたいと思うんですよ、その時に。思いません。だから衣装着ちゃったらお菓子とか食べると汚れちゃったりするからダメだ、はい、そういうのじゃなくて、今お腹が空いたんで。あ、なるほど、はい、いや脱いだ後に、あ、お腹空いたと思ってそのままお菓子を取りに行ったらなんか怒られるんですよ。いや、私は私のタイミングで動いてるんで、そんな、ちょっとよくわかんない。女子校。え、女子校普通です。あ、そう。でも女子校の人ってよくそういうのをね、よく言うよね。まあ、あまり気にしないとかね、学校とかで化粧してる。あ、でも私結構山の方なんで、そういうのなのかもしれないですね。山の方なんですよ。住んでるのが山の方なんですよ。女性しかいない山なんです。いや、違う。そういうレーザーってことある。そういうレーザーってあるよね。四人禁制とか女しかいない山とかあるある。そういう山。いや違います。大きい島とか大国に貼ったんですよ。これは1年に1回しか入っちゃいけないみたいな。あるよね。いや、通常の山なんで。通常の山。どこの山なんですか。通常の山、大丈夫ですけど。それなんか女兄弟が多いとかそういうこと。あ、一人っ子です。一人っ子か。はい。珍しいね。本当ですか。初めて言われました。あ、でもね、すごい。他のビジネス笑いですね。ありがとうございます。続けたあれですか。気に入らない。あ、あの私、あのすごいよくみんなにおっちょこちょうだよとか、あのもうまたみゆうちゃんって言われるんですけど、あのしおちゃんも結構あの言われるところがあるんですよ。それでこの前あのみんなで集合場所に集合してたら、しおちゃんがなかなか来なくて、あの朝だったからなんか人身事故とかなんかあったのかなと思ってみんなで待ってたら、あの寝坊して熱海の方まで行っちゃってた。あー出た、東海道線だ。待ってくださいよ。誰だってみたいな。誰だってわかるよ。熱海と言われればね。新幹線乗るのそれしかないから。新幹線かもしれない。新幹線だったらおかしいじゃん。新幹線は
新幹線で流れてそれあるよね、芸人もよくあるよそれ。あ、そうなんですね。あるある。で、自腹で帰ってこなきゃいけないわけでしょ。気づいたらよくわからない街にいて、ちょっと降りたの？降りてないでしょ。え、降りて戻りました。お、降りたんだ。一回ちょっと、じゃあ、とりあえずわかんないから降りる。でも温泉街だった。いや明らかに温泉街だな。そんなそこまで聞かれないです、温泉に。いやだけど全然違うよね。どこで集合はどこだったの？都内。集合場所は池袋かどこかだね。あーいいです。それえ、それだっけ？それ何、ライブじゃないんだ？いや、ライブでしょ。ライブ間に合った？え、間に合ったんだよ。間に合ったの？間に合ったの？え、待って待って、いつの話？え、適当に合わせて何言うの？ちょっと待って、誰が話してるの？結構最後、でも私がどっかでどっかを行っちゃったことはあった。あの、日光堂本社？どこだっけ？日光堂？違う、栃木？栃木？渋谷？熱海とかじゃないと思う。熱海、違う。え、すごいちっちゃい間違い。乗り間違えた。ゆうちゃんが、あの、すいません、ゆうちゃんが、あの、乗り間違えたって言った駅を間違えたみたいな。多分そうだよね。収集がつかなくなってきましたけど。本当に本当に教えてくれ。やっぱりゆうちゃんだっけ。乗ったってことでいいですか？どっかに行った。でも、よく、でも山の方だったみたいな。なんで覚えてない？なんで覚えてないのかだけ教えてもらっていい？なんで？でも私、最近すごい寝過ごすんですよ。ああ、まあ、まあ、今日も寝過ごして。あ、そう。そう、しょっちゅう寝過ごしてるから、いつの記憶かわかんなくて。若い人ね。確かによく寝るけど、だってそれを誰も知らないもん。それが一番の問題なんだよ。あの駅の名前覚えるのがすごく苦手で。え、東京の子じゃないの？神奈川なんですけど。じゃあわかるじゃん。え、でも似てる感じの駅とかあるじゃないですか。例えば目白と目黒とか。いや。しか一緒じゃない。あ、白と黒だからね。だってイメージが一緒じゃないですか、駅の名前のニュアンスみたいな。あ、そう、田町と町田。そう、間違えない。全然違う。田町と町田は間違えたらやばい。本当にこんな気をつけて。私これで何回も引っかかってるから。そう、じゃあ青梅と青梅を間違えちゃう。あ、あるあるあるの？嘘。あ、でも私一応それが自分でも分かってるので、うん、1時間前に着くより毎日出てるんですよ。1時間前に着くより間違え、はい、ミス乗り換えとかで間違えたとしても絶対に。店長が生声で入ってくる。はい、あの必ず乗り換え案内と地図を、ね、あの送ってあげてください。ね、あるあるよね。それはね、若手の頃はね。はい、ということで、なにこまずこの辺にしておきましょうか。はい、ちょっと収集がね、なかなかつきにくくなってきましたので、はい、では続いてのコーナーに参りましょう。続いてはリアルビジネス八郎系仲良しのチェック。やはりメンバーたちの仲がいいですよね。ということで、今日はスタンドマイクをご用意します。で、このマイクを譲り合いながら自分のパートをきちんと担当して、新曲中堅八高のカップリング、リミト伝説ハッピー証券を歌っていただきます。その様子を見ながら本当に仲良しなのかを徳井さんに判断してもらって、最後に得点を出していただきたいと思います。それはもう、はちみつさんの得点です。得点、なるほど。仲良し度がどのくらいなのかということを判断していただきたいと思います。はい、では、スタンドマイク準備お願いします。仲はいいですよね、設定として。もちろん仲はめちゃくちゃいいですよ。まあ、マイク一本しかないので譲り合いながら。まあ、こういうこともあるでしょうしね、あんなね、ちょっと地方の方の営業とか行ったらね。地方の方営業マイク何本もないでしょ、ね、3本も出してもね、あるよね。はい、なのでアピールしつつも自分のこともアピールしつつ、なるほど、仲良し度もチェックということで。もういるよって。あれ、トップはそうなんですね。では皆さん、ポケットの皆さんもぜひ応援をよろしくお願いします。一緒に盛り上げていきましょう。それでは準備はよろしいでしょうか。それではお願いします。わたーこうちゃんで腕の目口抜けをおいしさでしょ。3、2、1、3
マジマジ当然だ、強くなりたいって思うな。アイドル判定、仲良しのですよね、仲良しのを、はい、得点で、はい、よろしくお願いします。
明るしの一体ずっと出るでしょうか。お願いします。はい、0点です。いや、なんか円に入ってない人がやっぱり一人二人ちょっとなんかその人とたまに目があったりとかしたらなんかあれと思ってそれ私の目になるんですか。堀さんですね。私ですか。堀さんという目がありましただからすごいなんか気にしちゃいました。置いてかれてる感じがして僕と目が合いましたよね。3回ぐらい合いました。大丈夫なのかなと思ったら次に急に前に出てて山小で歌ったりしたんで、まあ、私マイクいらないんですよ。あ、マイクいらないんだ。そう言いながらマイク持ってるなるほどね。あ、そうなんだ。あ、だからあれだね、仲いいとか悪いとかじゃない、あれか、変な子か。もうじゃあそれで大丈夫。0点だった。予想外だったな。その点数は、いや本当に納得がいかなくて今ベラベラ燃え上がってます。そんな間に受けなくていいけど。いやでも1曲やりきるってのはなかなか。そうですね、普通途中で止めたりやめたりしそうなもんだけど。いやもうそれはやっぱ違う。いやいや、さすが、さすがスプリッツだね。すごいね。本当ですか。いや偉い。スプリッツ、プリッツ違う。プリッツ違う、おかしいじゃない。おかしいじゃない、違った。マイク一本という時も譲り合ってたのかなみたいなところありましたけど、最後までやりきるというところでは評価できますよね。そうですね。いや、それは本当にすごいことだと思います。おっ、これはマジでバラエティーに参加してます。俺にやめない、これは本当によく言われるんですよね、有馬さん。いや、大事大事、はい、本当に折れないですもんね、みんなね。折れない心、最後譲れない部分ね、ありましたね、はい、そうなんですよね。なんかマイクがなんかひっついちゃったみたいで、手にあ、いるよね、そういう。何ですか、そのいるよねっていうのは。何ですか。何ですか。いるよねっていうのはあれですか、あのよくいるよねか、あ、こういう可愛い子いるよねか、どっちですか。あるから。同じ扱いだから。ライブ中のどうですかじゃない。あれどうですか。どうでイエーイ。アピールそれぞれね、素晴らしかったということで、はい、このコーナー以上にしましょうか。はい、では皆さん元の場所に戻っていただいて、ではですね、ここまで徳井さんには研究対象であるハチミツロケットの分析たっぷりとしていただきましたので、いよいよ研究発表であります提言をここでしていただきたいなと思っています。ということで続いては提言です。なるほど、はい、ということで続いては提言のやつですよね。提言のやつですよね。提言のやつですよね。包む言う言葉を提言ね、提言をしていただきたいと思います。得意が伝授、ハチロケが売れるためにはこれをやれということで、はい、まあ、徳井さんが考える、まあ、今日見ていただいてハチロケが売れるためにやらなきゃいけないことというのを教えていただきたいなと思います。いや、思ってた、やっぱ楽屋で考えるじゃないですか、そういうこと聞かれるんだろうなっていうの分かってて、でも思ってたよりバラエティの能力が相当高いと思いますね、本当に。すごいと思う。いやー、そうだな。でもなんかあれはないの、不満とかはないの。誰も不満とかないの。不満とは、不満さ、不満、ナチュラル不満ですか。もちろん。もっとこうしたいとか。そうそうそう、もっとこうしたい。聞いてください。すぐ聞いてください。私ミュージックビデオに映る秒数が少ないんです。あー、そっちタイプの。あと歌詞割も文字数が一番少ないんですよ、はい、どうしたらいいですか。でもそういう子は必ず逆転のチャンスがあるからね。おー、これは逆転のチャンスあるでしょう。ということはマイク向けない、マイク向けない。
ちゃんこうやって頑張ってんだから。あ、本当ですか。だからあれでしょ、はい、そのあんまり人気ないでしょ。いや、それはだからそれは、はい、そのファンの人の人気とそのテレビ局スタッフさんの人気ってのはまた別だから、それはだから頑張ってるの分かるから、多分スタッフさんとかみんなあの子いいよね元気だよねって言うけど、やっぱファンはそんな、そこで落とすんですか。いやいや、あるあるだから、ね、それを傷つかないでって、それでもいいんだよっていう。なるほど。じゃあ徳井さんは私のことを好きって思ってくれてる。好きって頑張ってるなと思うよ、本当に。本当ですか。分かる分かる、それはすごい分かるよ。あ、じゃあぜひこの後特典会の方に。ありがとうございます。じゃあちょっと徳井さんをあの目標にして頑張っていきたいと思います。あ、じゃあこれからもよろしくお願いします。もうちょっと戻ってきていただいて、はい、アピール落ち着かなくなっちゃうんですけど、まあ、あのこのグループとして八六家のこう売れていくにはというところではどうでしょう。本当のこと言ったら、でもやっぱりそのまあなんて言うんだろうな、グレーの言うことを聞くしかないよね、正直な話は。グレーグレーグレー、え、なにグレー、なんかビジュアル系バンドがなんかグレー、グレー、グレーが好きだ。なんでグレーの言うこと聞かないんですか。誘惑ですか。あ、誘惑ですか。グレーだ、なんだお前30歳か。なんでグレーの誘惑って聞くんだよ。おかしいだろ。あれ確か15年か20年前だぞ。あ、ちょっとそこら辺タイムスリップとかしてるんで。いや、だからその店長だったりその、はい、スターダストのハチミツさんのことを考えてる人のことを正直全部本当は乗った方がいいよね。本当はね、本当のこと言ったらね、本当に言ってくれる。そのいろいろ嫌なことあったり、こんなことしたくないとかいろいろあったりしても、はい、とりあえずやっぱ乗っかった方がいいね。基本的にこう有名になった人たちってみんなでかい脳みそが一人いて、その人にこう無理やりついてってっていうのが多いから、まあ、こんなごめんね、こんな感じの空気になっちゃって。真剣に聞いてる話です。はい、そうそうそう。だから、あ、こんなにいい子たちなのになんで売れないんだろうなとか解散しちゃったんだろうなっていう人たち、やっぱ自分で自己プロデュースとか結構いたから、結局それじゃあね、やっぱね30代40代のおじさんたちはさ、まあなんだろうな、騙せないんだよな。言葉をちょっと悪く言うとね、騙すっていうか夢見さすっていうのかな、なんていうのかな、夢見さす、なるほど、なんていうんだろうな、なんていうかその、例えば店長の言うことを、まあ、店長っていうことをね、喧嘩してもいいんだけど、はい、もっとこんなんじゃないですかって言っても、基本的にはその店長の言うこと基本的に全部乗っかった上で、でも私はこう思うはいいんだけど、いや、ちょっと私はやりたくないなとかいう気持ちで出ちゃうと、やっぱこのステージ上で一人だけやっぱ浮いちゃったりなんかすると、もう一気に亀裂が走るっていうのをよく見たことがあるんで。はい、ちょっとそれ好きで、まあ、舞台上ではいいんですけど、その後なんかあれ、なんかさっきあの子なんかねやる気なかったんじゃないのみたいになったら、もう一気にビリビリってなって、わビリビリロケットになっちゃったね。ちょっと待って、名前変えないでください。ハチミツです。ハチミツ、はい、店長どうですか、こうハチミツロケットの皆さんは店長の言うことちゃんと聞いてますか。聞いてます。聞いてますよ。静かに死なないとか、心の中でってことね、はい、信頼関係です。そうですね。それも一番大事ですね。勉強になりますね。なりますね。やっぱビリビリロケットにならないように。そうですね。やっぱ売れたいんで。売れたい。売れたい。はい。わかりました。もう本当にでもこのテレビ業界がね、長い徳井さんだからこそ、そしてアイドルズだからこその深い話も今日教えていただいて、本当に心のないセリフみたいな。アナウンサーあるあるで、アナウンサーの方なんですね、はい、言われてしまうんですけれどもね、原稿には書いてないので、あ、心の
ないであの飛んでいるんだから全然そう、クリさんと一緒にですね、ペア発表会が売れていく方法も研究しましたけれども、はい、どうでした、メンバーの皆さん。いや本当に徳井さんからやっぱたくさんのことを吸収して、この2人はよく出てにこうやって直接徳井さんの顔も見れたことですし、すごい今日はよく眠れそうですそうですね、やっぱり私売れたいんで、そうですね、あの売れたいんで、あの私の売れた時の夢は銀座でこっからここまで全部服くださいっていうことなんですよ。どんなに知り合ったのかね、なんでこんな知ってんの。そうだね、やっぱりあの徳井さんの言うことを聞いてちゃんとしまって。銀座ってもうおじさんじゃん。おばさんかと思ってた。おじさんじゃん、もう17歳で銀座でこっからここまで、はい、服が欲しいんです。すごい英才教育受けてんだろうね。受けてないんですけど、はい、ぜひあの夢に向かってリフトしたいと思います。またよろしくお願いします。すいません、ね、こっちの目見ながらシロちゃんって言われたんですけど、すいません、ごめんなさい。じゃあ私はちょっと売れたら徳井さんをジョジョ園に連れて行きます。なんでなんで。あ、古いね、やっぱり。いや、なんか、ポテトさんの世代って。いや、ジョジョ園ってやっぱ高いじゃないですか。まあまあね。いや、それはちょっと徳井さんも入れて連れて行けるくらい大きくなりたいなって思います。なんかすごい嬉しそうな顔してないけど。やめてんのかな。違いますよ。違います。あの楽しみに2回目を返すつもりなんです。違います。違います。じゃあ続いてしょうちゃん。はい。じゃあ私は徳井さんと一緒に徐々に行けるように頑張ります。なんで同じこと言ってる。なんで。かぶせっていうかかぶせすぎだよね。せめて安楽亭とかそういうのしたら。違います。安いなみたいなね。いいよ。はい、はい、私はあのお肉を食べて、あ、これ安いお肉だ、高いお肉だっていうのが分かるぐらいになりたいです。個人的な目標ね。頑張ります。じゃあ私はいつか徳井さんに有限店に連れてってもらうように頑張ります。さすが知ってますね、高い肉屋を。有限店ね、徐々に高いですもんね。知ってらっしゃるね。普通知らないですよね。美味しいよ。美味しいね。行ってみたい。美味しい、高いですね。そして最後、青葉ちゃんに聞いてみましょうか。はい、戻ってきた。青葉、すごい名前。ありがとうございます。どうでした今日は。はい、すごいあの勉強になったので、私たち大きくなって大きいライブ会場でライブやって徳井さんのことを招待したいと思います。徳井ですか。最初に来ましたね。そうだね、順番的に堀さんから1個取ったから。なんで私徳井さんだったの。そうだよね。多分ね、レイナちゃんのそらちゃんがいろんなことあるからね。でもちょっと変な子って言われたから、ちょっと取り戻したくて。あの真面目ですからね。あ、真面目なんだ。あの一番多分普通だよね。あ、でもまあなるほど。はい、告知しますね。告知した方がいい。お、え、終わると思ってました。え、ということでビッシュが来るんですか。ここでは来ないか。来ないです。徳井さんに大役を務めていただきますよ。はい、何でしょう。八ロケの中の推し面を専門していただきます。これは結構大事ですよ。やってるところは、まあ、おすすめとかね、考えなくなっちゃうんですけどね。まあ、今日もこの MVP にしましょうか、じゃあ。そうですね、もし推し面に選んでいただいたら、はい、なんか得点が欲しいなと。得点が選ばれがいがあるじゃないですか。なるほど、なるほど、ね、皆さんもね、得点欲しいですよね。欲しいです。でも、確かにいろいろ聞かれるんですよ。いろんなところで最近のアイドルの何が誰がいいですかとか、そこでじゃあ言うように。わー、嬉しい。嬉しい。
ジロ系のタレダレというふうに公言していただけるということで選ばれたいですよね。選ばれたい。では発表していただきましょう。推しメンどなたでしょう。アメミヤさん。まあそうでしょうね。理由は何でしょう。いやーなんかちょっとこう、まあ、スターダストさんの俺のイメージは、はい、こうセンターが自信なくて引くっていうこののが一番かっこいいっていうのかな、なんて言うんだろう、人気あるし前に出れば絶対に受けるのにこう、はい、出れない子っていうのが一番ぽいじゃないですか。普通に出ちゃってるからないよね。そうなんだよね、わかるわかる。だから損するよね。あれどうしたんだ、これからどうしたらいいんだろう。今までのグループ見てきてみんなそうだ。みんな知ってる、多分みんな知ってるから、みんないろんなグループ見てきてみんなそうだ。でもまあ大丈夫、それは後々ちゃんとねみんな応援してくれるから。でもやっぱ今の時はね、頑張ろう。どうしてもね、やっぱなかなかすごいすごい引き気味っすね、やっぱね。え、絶対ないと思ってたからもうマイク渡しちゃいました。え、どうですか、彼女選ばれて、ね、今のお気持ちは。え、嬉しいです、ありがとうございます。本当にびっくりしちゃった。なるほどなるほど、よろしくお願いします。なるほどね、すごい、やっぱちゃんとしてますね、バランスがね、さすがっすね。やっぱショータ役もありまして、そうギャーギャーうるさいやつ2人。変なやつ2人。これが精査に行く。できないできない。大丈夫。あらちょっと悔しいな。まあいろんな売れ方、いろんな、そういろんな売れ方があるから。はい、なるほど。まあ、八郎家は一つのこう、ね、グループですので、 それぞれの個性のバランスが大事ですよね。個性を伸ばしていく、それがグループに帰ってくるっていうことですから。今回お指名に選ばれなかったメンバーの皆さんもこれから選ばれるように。そうですね、お指名を狙って。ちょっともう2人一回黙って。もういいから、大丈夫だよ。もういいから、推しを増やそうと。あー、分かる。ずっと私隣で青葉ちゃんがずっとマイク持てなくて、なんかこう遠くを見てる青葉ちゃんがずっと目に入ってるんですよね。堀さんも迷った、確かに、ね、とっても、あの、喋りづらそうから、うるさいから。そんなことすみませんでした。おしっかり者ですね。そうです、私、しっかり者ですから。こういううるさい2人の後にこう隙間ついて変なこと言ったりするとウケるからね、その辺のポジションも。あ、じゃあこの3人、この2人の中、このここの間狙ってったらいいっすってことですか。いやいや、でも端っこにいた方がいい。端っこにいてポツンとしてて、いやどうしたんですかって振られた時のために一発毒針を持っとくっていう。そう一撃必殺の大喜利を常に考えとく。私この後なんか私この後エステなんですよねとか、なんかそんなのを持っとくって常に。じゃあ常に手に書いてくる。そう書いてくる。はい、ちょっとねシーンとしました。なんなんで急にこれ、やっぱ私のせい。なんか写真を撮るのかな、みんな。なんか今ね、どうした、問題起きたか。あ、ちょっと今こそ撮るじゃない。やっぱ私たちが黙っちゃってから。黙って喋っちゃダメですかね。どうするみんな、どうするみんなでせっかく集まったので写真を撮ろうみたいな。写真を撮りましょう。逆打ちのやつですか。やった、写真だ。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあちょっとお隣失礼します。あ、おしめんじゃないとダメだ。私たちは後ろから眺めていいよ。じゃあ敬礼で、はい。あ、椅子あります。
まっとく。あ、大丈夫。大丈夫か。すいません。はい。ありがとうございます。ということで、はい、一回ちょっとね、わざわざとなりましたけれども、はい、最後にですね、告知タイムにしたいと思います。はい、はい、私たちは3月20日にファーストシングル中堅ハチ公をリリースしました。前回3点が出ていて、今日歌ったビビ島伝説ハッピー証券も入っているので、ぜひチェックしてみてください。はい、そしてこのファーストシングル の中堅ハチ公を引っ提げて、こちらずっとリリースイベントをやってきたんですけど、今週の日曜日、あさっての日曜日にダイバーシティでリリースイベントのファイナルをやるので、観覧無料なので、ぜひね、徳井さんも、観覧無料系か、はい、すごい無料って好きですか、やっぱり。いやでも最近やっぱ無料多いからさ、それで採算取れんのかなっていう。あ、食事の問題ですか。そうなの、不思議なもんだなと思って、まあ、まあそこはファンタジーなのでね。ファンタジー演者は関係なくなって、演者はただ頑張ってね、歌も踊るだけ、ね、はい、リリースイベントファイナルということで、MV の衣装もちょっとどこかで着れたらいいなと思ってるので、ぜひ遊びに来てください。お願いします。私たちの初の ZEP ワンマンライブ HR アドベンチャー八ロケ春の大冒険があります。場所は ZEP 東京です。ダイバーシティの後に ZEP 東京やんの。そうです。すごいね。ちょっとつながりを感じますよね。すごいね。あ、でもこれはあれですよ、あのフリーライブでも、それガンダムの前にステージ作る、で、こちらはフリーライブ。あ、そっちか。違います。中じゃないんだ。中じゃ、ちょっと中だったらさすがにお金取りますよ。あ、お金が違います。会場引っかかるもんね。違、はい、おかしいもんね。そうそうそう、こっちは中です。そういうことか。こっちはお金取るやつ。そうそう、お金取ります。ZEP東京はすごいね。そうなんだ、今絶賛プレイガイド選考受付中となっております。ぜひね、確かに、ぜひね、お時間があれば。いやいや、本当に行きますか。やっぱここから始まるっていうのを見ておいた方がいいもんね。そうですね、やっぱりここが私たちのスタートなんで、どんどん大きくなっていっちゃうとね、遠くになっていっちゃうからね。いや、そんなことはないですよ。私は一生忘れません。違う、距離見る距離が単純に遠くなっちゃうから。あ、そういうことか。そうそうそう、今回初のワンマンということです。あ、そうなの。はい、初ワンマンで ZEP 東京やった。すごいですよ、ね、初 ZEP ワンマンなんですよ。 ZEP ワンマンってこと。ワンマンライブはなんとかやらせていただいて、はい、初めて ZEP でやるので、る、はい、私たちの中で一番大きいキャンパーなので、はい、なので、ぜひ、皆さんに来てほしいです。もうだってかなりもう全部や、もう練習しまくってるもんね。あ、はい、そうですね、知ってますよ。はいはい、知ってます。いろいろと準備を打ち合わせとかして、あのちょっとグッズとか、なんかイベントとかね、あの、こういうやつやろうみたいなやつやろうでしょ、だって。はいはい、あの大人がいろいろ考えてます。そうか、追い詰めるから。はい、もうこれからね、ちょっと毎日毎日筋トレやら、ちょっとね、セトリやら、すべて頑張りたいと思います。はい、楽しみですね。はい、確かに確かに。はい、じゃあ皆さん、改めて今日来てくださったロケターの皆さんに感謝の気持ちを述べていただきたいなと思います。では、じゃここでリーダーが、はい、かのちゃんお願いします。はい、皆さん今日はワッツルファーリーいただき本当にありがとうございます。徳井さんからいろいろお勉強させていただいて、公開でね、お勉強したので、それをこう実践できるように頑張っていきますので、え、明日も明後日も、そして ZEP 東京もよろしくお願いします。皆さん今日は本当にありがとうございました。最後に締めの言葉でいきましょうか。はい、それでは以上、私たち夢に向かってリフト、はちみつロケットでした。ありがとうございました。
残されました。なんだろう、あ、皆さん今日はご集まりいただいてどうもありがとうございます。どうします、しりとりでもします。この後ね、特典会もあるのでね、で皆さん本当ぜひよかったら来て私たちとねお話ししていただければと思います。皆さん今日はほど遠いとこからありがとうございました。MC は尾上でした。どうもありがとうございました。